このクリスタル聖地が腹立つってもんじゃない。順路としてはこっちしかないな。どうやったらあいつのところに来た。いやー、これ厄介だ。天から手が出てくるみたい。これあんまりのんびりしてたら本当 S とかなる。おい、隠し扉かい。しかも全部俺見せたらまさかの隠し扉っていう。どうしよう、大丈夫かな。こいつ強いんだよな、こいつ、こいつ強いんだよな。これ本当にこいつだけ。バックストップとか取れるのかな、これ。もうインチャットしかない。あ、そっか、そっか。ウロスボイスもある。あー、ウロスボイスもあったよ。このエリア、なんなん。ほんとに難しいってもんじゃないぞ。クリスタル聖地さ、最初の場所でもう最初の場所にほっとけば移動しないから、あの場所のまま攻撃しない方がいいんじゃないか。確かになんかそんな気がしてきた。一回試しに行くか。あえて攻撃しないで、この場所でもうこのまま放置してみるか。攻撃しない、攻撃しない、このまま放置するか。この場所から移動しない場所だから。頑張れ頑張れ、耐えろ耐えろ、耐えるんだ耐えるんだ。あと一発。やめどきかな。2万7000ソウルロストして、その後4万ソウルロストした。はぁ、なんなんだこのエリア一体。これはもう絶対やめた方がいいな。このままなんか無理して続けてもロストを続けるだけのような気がしてきた。まあでもチャンクとか取ってるから、まあまあまあいっか。ソウルはマジ何なんだこのエリア。これ取ったのか。ちょっとね、もう心の整理がつかないわ。アベリンも取ったんですよ。アベリン使ってみたいな。まあいっか、相手も拾ってるからそれでなんとか元は取れてるだろう。ソウルなんてどの道後でいくらでも手に入るし、手に入るし。ちょっともう一回だけ。次死んだらマジでもやめます。こいつさ、この場所に置いとけば後も移動しなくなるから、こっちから行けばいいんじゃないか。そして勝手に移動するのかな。でも俺が攻撃して体力減らさない限りは移動しないはずだから。ほら、これが低空砲ってやつなのか、もしかして。クリスタルホテルが全く問題ないんだよね。クリスタルエリア、このクリスタルビーズがいるせいで。あ、もしかしてあそこに置いとけばもうこれ来たんじゃないかな。6万ソウルロストした甲斐があったか。これはこれ移動しないんじゃないかな、あの場所から。ほら、やっぱりこうなればもう正直全く問題ない。お、やったんじゃないかなこれは。
ここに来てようやく俺に天気が。あれ移動してる。もう移動すんのかい。どこに移動した。うわ、移動しやがった。やっぱ移動してくるのか。いや、こいつやっぱ移動してくるわ。てかもうここだけでもう1万ソウル入ってた。すごい、一瞬でソウル止まるな。順路としてはこっちだ。あ、まあソウルはすぐ溜まるね。もう1万8000ソウルも溜まった。いや、ロストは安心しない。すごい、もう2万ソウル溜まった。うわ、やばいな。やべえ、ないないない。あ、いや、ソウルは。で、ここを隠し扉開けて、さっき敵が強い敵がいたんだよね。ここからクリスタルフィール倒れるんじゃないか。おお、やめてくれ、頼むから、もうやめてくれ。一緒に降りられるな。先に、あ、やっぱ強いやつ倒してみるか。こいつやっぱりツバ変だ。一気に叩き込むのがいいんですよね、こいつ。よし、アウチュワイラーナイトのヘルム。これはなんかすごいかっこいいね。じゃあここに来て俺の天気が。あ、もう3万7000ソウル溜まったんだ。考えたらすぐソウル溜まるね。まあいいや。ロストはもう気にしないことにして。何いちいち気にしてたら先に進まんよ。このうち20目になればね、ソウルはね、もう余るくらいになっちゃうから。気にしない気にしない。この部屋はそれだけなのかな。他には特に何もなさそうだな。うん、宝箱とかもない。ただこっちに道があるんだよな。気になるな。行ってみっか。お、なんか死体からうめき声が。ソウスチューン。ソウルの矢？クリスタル聖人のさ、結晶槍一発で体力の3分の1持ってかれるってどういうこと？おかしいだろ。絶対おかしいだろ。こっから行くか、こっち降りられる。ちょっと先にちょうだい。使う魔法は火災がない。
かは絶対許さんぞ、お前は。おお、一発これで戦うのか。また現れるか。何？消えた。消えた。よし。これはまさか。落ちてればよかった。この右やつ。やべえ。魔法だけ高めてカーサスのエンチャントしか絶対許さん。あれ、これ一発だ、一発だ、一発だ。どこにある？来た。うわ、シンスだ。今一発なんだよ。よし、こいつ倒せばよかったな。クリスタルスクロール、こいつ倒せばよかったな。ユニット使って倒すか。ちょっと待って、いや忙しいねこのエリア本当。コンポジット棒を装備して、こういうのを有効に。ほい、マキア触ろう。よし、よし、これなんとか難関はここで抜けたんじゃないかな。多分これが一番きついと思う。これは降りられるんだよな。なんだこれは。これ降りる意味ないだろ絶対。いや結晶トカゲがいいのか。一回降りてみっか。嘘でしょ。どっちに降りても一緒だろう。いや、ロスリクエーションいるってことはここか。行きたくない。上に戻ろう。あ、もういつの間にか6万2000ソウルも溜まってた。200ソウルか。またこれロストしたくはないな、さすがに。すぐ溜まるとはいえども、あそこになんかロストした跡があるね。一回取りに行くか。何もロストしてた俺。ゼロ回。そりゃそっか。まあでもとりあえず山場は乗り越えたんじゃないかな、これで。これでうっかり足を滑らせて死んだりするとまた最初からってことになるから、それだけは絶対に避けよう。で、こう上に登って、順路としてはこっち。あのレバーは一体何のレバーだったの？いまだに分からん。で、隠し部屋はもう抜けたから。ここも降りられるな。でもこれ一緒か。で、まずこっち降りて、そこにアイテムがあったんだよね。これね。これ取って。こっち行くか、こっち行くか、こっち行ってみっか。ロスリクエーシーいるな。もうこれバックスタブ取れんじゃないかな。バックスタブのチャンスだ。失礼します。取れちゃう。早く気づくの。あ、いうち。